僕馬刺し本当に人類で初めて食べた。どこに来たんですかこれは。長野県です。飯を食いに来ました。長野県に YouTuber が全然来ない。怪物くん来ないかって言われます。 YouTuber の代表として、はい、代表として長野としても僕らでいいんですかね。汚い部屋住んでるギアパート系 YouTuber。 チャンネル登録お願いします。マジで大将の川内。大将って感じですね。川内屋の本店って言います。あ、はいはい、はい、炭火の焼き鳥と地のものと地酒と。あ、はいはい、何ですかその T シャツ。あ、これあの大将とやるんですか。川内屋の限定 T シャツです。非公認でやらせてもらってます。あ、非公認なことぐらい言われなくても分かりますね。本当にね、来てよかったなって思いますね。大将と飲む酒が一番うまいな。すごいっすね。安住野さんのわさびとガバッと。いいですか、ちょっといただいて。いただいて、すいません。すいません、大将。あ、うまっ。すごい、いただいていいですか。どうぞどうぞ。大将、すいません、ありがとうございます。うん、うまいのかな。いや、なんか幸せだな。幸せよ、お前。幸せだな。もう最高。大将の顔見てるとやっぱ食欲そそりますね。大将の顔見たら食欲そそる。大将の顔、甘辛いタレかなんかに見えてんの。1本90円。おー、安い。すごい。なんて、なんて、すぐうまい。え、なんて、2回目は絶対届かせろよ。あ、いや、うまい。うわ、すごい歯応えがすごい。これせせぎのしそ巻き90円ですか。いや、これはそこそこするよ。まあまあまあ、まあ、うわうわ、きた。お、うまそうやな、それ。いや、梅肉うまいですよ。これ酒進みますね。あ、おかわりください。うん、ハッピーです。うわ、うまっ。塩がすごいですね。長野の銘柄鳥。長野にお邪魔したって感じしますね。長野に来たって感じがね、はいはい、普通普通と伝わっていきます。あ、もうわかんな。よどんなこいつ。うわ、もうコケコケ言ってますね。刺しの盛り合わせ。おお。うわ、ちょっと。じゃあ赤身で、じゃあトロでございます。ごま油にお塩。ごま油だって。乗れ詰まってない。ごめんなさい。ジョンカビラみたいなことですよ。ジョンカビラ。すごっ。パカラパカラって出ます。パカラパカラって。しゃべらんで、しゃべらんで。めっちゃうまいですね。僕馬刺し本当に人類で初めて食べた。食べた。どうぞ。はい。うん、僕はびっくりしました。例文みたいな喋り方は取り上げるなんてことはしないんですけど。ありがとう。すごい。これもあの信州福みどり。ええ、そうなの。めっちゃやりますね。信州綺麗、珍しい女性の当事さんで、なかなか出回らないお酒なんで。いくらぐらいするんですか。1本売りで1万円ぐらい。おお、なるほど。もう、めっちゃうまい。これ日本酒ちゃんと飲んでもらいたいな。いや、これ日本酒なんですね。日本酒、日本酒です。チャンネル登録お願いします。マジで。